じゃあ正午 DM の件お願いね。ありがとう。じゃあ正午またね。バッハハーイ。なんだよ正午、入ってきていきなりやるから棒だな。芸術って言ったか今お前。話が噛み合ってないのに勝手に進めるなよ。勝手に進めるな。へえ、正午の友達にそんな人がいるの。あまり詳しくはないけどね。見るのは好きだな。どれ見せて。学生の有志なんだね。ジャンルが多岐にわたっていて面白そうだね。こりゃまた飛ばしてるね。前衛。でもこういうコンセプシャルなものって結構好きだよ。インスタレーションもあるんだね。いいね、若いっていうのは。こういう無駄なことに熱中できる情熱があって。とんでもない。褒めたんだよ。無駄を楽しむっていう姿勢は知性の証明みたいなものだよね。俺はそう思うよ。芸術の話だってさ。ありがとう。よくわからないけど、賑やかで楽しそうだね。こういうのってひょっとしたらミフが好きかもしれない。誘ってみるね。あの美しい女性が商店街公園にいるっす。ああ、話さなかったか。昨日もいたぞ。例のトビーを倒した氷の美女だろ。そうだったんすか。はい、いますよ。だよ、芸術。なんすか、このハガキって。展示開催の知らせだって。要するに芸術作品の発表会だ。
この宣伝告知はがきが何だというのだ。なぜ私がこのような通知を受ける必要があるのか。ない。皆目ない。このハガキをあなたにお返しする。なぜ強要する。そのように私の意思を決定する権限をあなたはいつどのような手続きを経て得たというのか。そしてそれにはいかほどの正当性が。願いか。あなたはなぜそれほどまでに熱心なのか。あなたはナユタのことが好きなのか。大切な友達か。考慮しておこう。失礼。ここが私の部屋なの。ショーゴ、どうしたの？
してんの？もっと普通にしなよ。タイムマシンに乗れたらいつに行く？過去？それとも未来？そう？未来なんてこれから行けるとこじゃん。私なら絶対過去だな。君、どうせあれでしょう。あのビデオの主人公と同じね。ギャンブルの結果を先取りして大儲けとか、そういう夢のないこと考えてるんでしょう。じゃあ、あの主人公みたいに自分の将来の花嫁を見に行こうっての？もし花嫁が私じゃなかったら悲しい？ほらほら、未来のことなんて知らない方が楽しいよ。やっぱり過去がいいよ。私小さい少女に会いたいな。それでよーく言って聞かせちゃう。大人になっても今を忘れないで。男の人って犬の犬種なんて興味ないと思ってたね。意外ね、かわいいでしょ。あたしがすごく小さい時、子供の頃飼ってた思い出の犬なの。何？ジョーク？うん。ん？何？何のこと？
違う。知らない。知らないよ。そんなこと。知らないよ。本当に知らないの。元気にやってる？ちゃんとご飯食べてるの？そう、今日ね、懐かしい人に会ったよ。なるみさん、覚えてる？ほら、なるみさんって、いさこちゃんのお父さん。